こんにちは。今日は3月30日、マリノス対グランパスの試合です。この見て、この晴れ。そう、ずっと雨だったしね、めちゃくちゃ晴れて、雲一つない。気温もあったかいしね。上着なくて全然良かったね。ね。パーカーじゃなくてよかった。パーカーじゃなくてよかった。昨シーズン、名古屋グランパスは横浜 F マリノスと対戦して、ホームの試合見に行ったね。覚えてる？見に行ったね。見に行ったね。勝ったか負けたか引き分けたか覚えてますか？負け。引き分け。昨シーズンホーム負け取らんじゃろ？あ、そうよ。そうだった。で、2対2の引き分けじゃん。で、グランパスがアウェイに乗り込んでの試合は1対1でね、あの森下くんのゴールがあっての1対1だったけど、そう、今日はどうなりますか ね、 まあ、アンデルソン・ロペスはハチャンレに任しましょう。そうだね、ハチャンレが活躍してくれれば、ね、この前の柏レイソルとの試合もね、ハチャンレめっちゃ活躍しとったしね、今日もどれだけ ね、 そう、韓国国旗を買って振り回したい ね、 ね、韓国国旗いるね、これはね。まあ、あとは山岸の初ゴール、初ゴールみたいね、っていうよりパトリックの、あ、パトリックみたいね、まあ、っていうよりね、今シーズンまだホームで勝ててないからね。本当だね、1点も決まってないし、まあ、トヨタスタジアムで勝利するところが見たいね。今日の注目選手はハチャンレですね。ハチャンレ、8チャンネルに頑張ってもらう。今日なんかユンカ出ないかもしれないしね。野上もね。そう、ユンカと野上が怪我で出れないかもしれない。けど今日のパトちゃんか。パトちゃんと山岸が頑張ってもらおうて。ね。ディフェンスは8チャンネルに頑張ってもらおうて。応援しに行きましょう。暑すぎやね、うん、パーカー着てこんでよかったね。もうどんどんこれからこうなっていくのかしら。そうよ、もう半袖でええわマジで。今その状態でも結構暑いんじゃない？暑い ね、 ね、歩くとね。一枚脱いだ方がいいんじゃない、なんか。まあ脱いでも良さそうな感じはあるね、うん、やっぱ来月さ、健康診断、定期診断あるんだけどさ、なんか今空腹時血糖とかが朝食とか食べとっても大丈夫になったみたいで。あ、そうなの。今年から変わったみたいで。俺この前がっつり抜いてったけど。あ、なんかね、朝食食べて受けてもいいってことになった。なぜかは知らない。もうこれ中の服脱いだ方がいいかもしれない。ねえ、暑すぎる。こういう時に限って風がないの。いつもいらんじゃろ、風は。風が起きてないよ。そうや、風は起きてもらわないと困る。風が起きてないよ。風が起きてないよ。じゃないから起こす。ボディーランド風を起こす。でもまずはね、ファンクラブピッピ戦とコムキ、まずグランパスコンパックから行く。うん、ガチャガチャする。スカラコブがすごいことなってるよ。あ、ここか、うん、これキッズだけ、ね、こっちかな。ラブが出た。ラブ、ラブ、かわいいじゃん。
が出ても当たる。はーい、ありがとうございます。3回目だっけ、これは2回目。3回目いいね。3回目エンブレムじゃん、いいな。3回目、はい、今日出るか分からんけど。あ、でもこっちもあるよ。どっちがいい？こっち。なんかこっちの方がかっこいいよね。どっちにしようか。どっちがいい？いやでもな、グランパス君ちょっとおらんし。かわいい。つけるところがなくなってきとる。かわいいね。悩み、まあこれだけにしよう。これで完全等身大じゃね。でかいよ、ランゲラック見てみ。謎の動き。今日はなんか移動販売車で買うの？アバチキ。アバチキあるんかな。あるんかな。なんかあるかどうかわからんね。ね。チキ食べよう。何買う？何にする？これはいつもの唐揚げタレかな。タレがね、美味しいよね。はい、ありがとうございます。アバチキの甘だれうまいよね。
が前に出されたかわいそうです。